と同性婚ができんたい。もうさバリつまらんくない。あ、だけど同性パートナーシップ制度ってあったやんね。同性婚とは全然違うっちゃけど、なんか良さげ。パートナーシップ制度って何？パートナーシップ制度って何？パートナーシップ制度って何？パートナーシップ制度って何よ。若さもつ鍋どんたく食とわっしょいのこの町で制定されたは全国7つ目パートナーシップ制度ってね。ご存知ですか？覚えてますか？同性同士もパートナー認定、夫婦に認定、殿様運命、相手がいなくて僕関係ない。博多の花丸大吉さんからタモさん、スコちゃん、シナリンゴ、はぁ出るわ出るわ、友人から今度は BSS だぞ。すげえなおい。それパートナーシップ制度、略したのが BSS だよ。パジャマもさすがにさっさと脱ぎ捨てパレード参戦祝祭じゃ。同性パートナーシップ制度は渋谷区に始まり、福岡市が7つ目の導入自治体になるとよ。そげん法的効力はないっちゃけど、とはいえ幸せそうやね。こげん感じで書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、抱き合って笑って、とりあえずしゃべろ。書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、勢い任せで、衣服でも買おうよ。水の駅超えてる水だけ、うますぎて笑顔を超えてくジムキャリ、さらには笑いが止まらん理由はこの春始まる BSS。 法的効力あるとかないとか、そんな簡単な話じゃないって。まあでも嬉しいじゃん、ほらシャンパン、お祝い事には欠かせませんよね。博多美人明太子、糸島行ったら古いわ、天満宮にておみくじ引いても尾道大吉有心婚、やったやった、金婚観光か新庁から新婚旅行はイチャイチャチャイナで行っちゃう。まあじゃあ運命婚、認定って言うたっちゃけど、日本ではまだ同性を夫婦と認定はされへんのよ。やけん例えば税金の控除なんかはないっちゃ。ほななんで申請すると？答え is in your heart。 書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜ぶ。